こんにちは。今日はね、スメーシーワールドにね、俺たち来ました。で、見るとわかるんですけど、あそこに、ヒデオくんが3匹います。で、今ヒデオくんしかいないんですけど、本物のヒデオさんはまだ到着してないみたい。遅刻ですね。まだ来てないから、ちょっとだけ待ちましょう。なんかでも見た目はヒデオさんだよね、これ。当てられる自信ある？どう？二人とも。あ、自信ないって言ってる。なんか気持ち悪い。仲良し。すごいなんか、でも気持ち悪い、なんか。ヒデオさん来ないね。あ、来た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 。あ、遅れてきた！いや、遅刻！めっちゃ遅刻よ！めっちゃ遅刻してきた！ただね、もう見た目が、見た目から違う。これはね、完全にわかりましたね。二人とも、ヒデオさんの場所、わかりますか？ヒデオさんだと思うところに、並びに行きましょう。じゃあ、どれが、本物の、ヒデオさんかな？どれかな？俺はね、これだな。やっぱここだな。ちょっと待って。あれ本当に悩んでるのか、うちの仲間は。ちょっと観察めっちゃしてる。じゃあ本物の、ヒデオさんのとこ並んでください。いやー、落ち込んでる落ち込んでる。来たよ、みんな来たよ。みんなヒデオさんわかってるよ。多分これヒデオさんだよね。そうだよね。で、ちょっと正解見てみましょう。あ、本物だ本物だ待って、みんな。3匹しかいないよ。なんか、3匹しかいない。あれ？なんか1人回線落ちてないか？ねえねえ、1人どこ行っちゃったの？回線落ちてない？仲間どうしたの？君たちの。知らない？知らないか。で、俺の子は一周回ってるけど、あ、友達いなくなって落ち込んじゃってるんだ。どれが本物のヒデオくんなのか、テレビの前の、いや、YouTube を見てる前の子供たち、そして大人も当ててみてください。どれが本物でしょうか。まあね、こんだけヒデオのね、企画をやってる俺はね、もう分かったんですよ。実はもう分かったんです。まあね、俺はね、分かりましたよ。じゃあ当ててみてください、二人も。ちゃんと吟味してる。ちゃんと吟味してる。ヒデオさんもね、アピールタイム始まってますね。おお、首振ってるぞ。お、決めてる。おお、決めた。じゃあこっち。おい、ヒデオも手上げてる。おい、本物、自分で名乗り出てないか。これ、本物名乗り出てるぞ。本当に二人ともそこでいいのか。絶対本物だろ。名乗り出てないよ、自分で。行くよ。ほらほらってこの二人動き一緒だ。ああ同じ動きしてる。ヒデオくんは同じ動きしてるぞ、すげえ。